はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうき10代です。さあ本日なんですが、フレイムシュート、待ってたんだよこのモンスター。いや本当にね、ちょっと俺の頭が邪魔だこれ。あの、ね、本当にねこのモンスターはねマジで強いので、ヒーローついにやっとですけど始まったと言っていい。これははい、エレメンタルヒーローフレイムウィングマン、フレイムシュート、はい、こちら、実装されたんで新しくヒーローデッキを組んでまいりました。めちゃくちゃ強くなりましたヒーロー。これなんでかっていう話なんですけど、フレイムウィングマン、フレイムシュートがですね、めちゃくちゃ妨害を簡単に用意できる超最強モンスターだからです。はい、これ属性が異なるエレメンタルヒーローモンスター ×2 で作れて、なんかサンライザーとかあと似たような、召喚条件で作れるヒーローモンスターでございます。でフレイムシュートが特殊召喚に成功した場合、自分のデッキ持ちからフェイバリットカードを1枚お手札に加えるということで、フェイバリットカードって結構いろいろあるんですけども、まあ今回デッキの中に入ってるのはこのフェイバリットコンタクトと、言われている、言われているっていうかいうカード、これは、相手のターンでも自分のターンでもなんかあの除外ゾーンとかフィールドとか墓地から、モンスター戻して、融合召喚できるよっていうヒーローを、はい、っていう効果なんですけども、これで、まあ、いろんなモンスター出せるんですよね。フェイバリットコンタクトで今回出していくモンスターはなんとこのシャイニング、ネオスウィングマン。今までは結構ロマンカードと言われていましたが、フレームシュートが来るとめちゃくちゃ簡単に出せます。はい、なんでかというとこのモンスターのウィングマン融合モンスター、これがフレームシュートがそうだからです。はい、で、これは相手のターンに、出てくると相手のカードを選んで除外でき、破壊できるんで、これ一番の効果でね。だから、まあ、めちゃくちゃ強い。こいつを相手のターンで出す動きが大変だったんですよ、今までは。ウィングマン融合モンスター用意しながらネオスを用意しなきゃいけないとか、そういう色があったんでね。今回はね、普通のね、ヒーローデッキの中にこのギミックを組み込むことができます。はい。で、フレームウィングマン、フレームシュートは、通常モンスターを素材として融合召喚していると、こいつをリリースしてデッキエクストラデッキからレベル7以下の通常召喚できないエレメンタルヒーローモンスターを召喚条件無視して特殊召喚するという効果があるんですけども、このね、効果で出してくるのが、まあ、例えばもちろんエアーマンとか、あと、まあ、シャドウミストとかいろいろ出せるんだけど、今回はね、レベル7以下の通常ができないということで、サンライザー、これを出していきます。あ、トリニティだ、これ間違えた。色味が同じ。サンライザー、これを出していきます。で、サンライザーは特殊召喚に成功したときにミラクルフュージョンを持ってこれるんですけども、ミラクルフュージョンを持ってくる効果って、これ、特殊召喚に成功したときに発動できるんですね。だから融合召喚じゃないんですよ。で、フレームシュートは、通常モンスターを素材としている、まあ、つまりネオスをね、素材にしている場合、この効果使ってサンライザーに変身できますの でサンライザーでミラクルフュージョンを持ってくる動きができる、まあ、つまりフレームシュートをネオス融合で出す とフェイバリットコンタクトとミラクルフュージョン両方とも持ってくるっていう動きが可能となっておりまして、フェイバリットコンタクトとミラクルフュージョンどっちも持ってこれるということですね。これモンスター出すことによってで、これがめちゃくちゃ強いんですよ。だから今回はこのネオスを持ってくるように、例えば、まあ、クロスガイでのサーチとか、あと、ヘルデバイサー、これのサーチ、これあの、フレームウィングマン、間違えた、シャイニングネオスウィングマンを相手に自慢するとネオス持ってきたりするんですけど、この辺のカードで、この辺のモンスター持ってきて、あとはなんか、属性が異なるエレメンタルヒーロー2体なんで、まあ、例えば、エアーマンとかね、それから、リキッドマンとか、この辺のモンスター、あとシャドウミストとか、この辺とプラスネオスで、これを出していくっていう感じになってますね。まあ、光属性なんで、ネオスが。まあ、大体この辺とはくっつきがいいというところですね。でね、理想的な展開は、まあ、結局、アライブを引いてないとヒーローって手が出ないんで、まあ、アライブ引いてる時になるんですけども、アライブ引いてると大体ですね、まあ、シャイニングネオスウィングマンとかダークローとかこの辺が出ます。で一番最強のハンドは、アライブプラス、なんかディアボリックとか、なんかファリスとか、この辺を引いてる場合、はい。これがね、一番強くて、これなんでかっていうと、最終盤面で、どういう盤面できるかっていうと、まずフェイバリットコンタクトでの相手のターンでのシャイニングネオスウィングマン着地が確定、これで破壊する、選んで破壊する、あと、デスフェニも確定破壊する、で、プラスダークローシャドウミスト特殊ができるんでダークローも確定で、さらにブルーディー、これも確定します。つまりですね、ブルーディーによる、完全なるモンスター効果無効、そして、相手のカードもなんかめっちゃ破壊する、モンスターが2体、そしてダークロー、相手のカードが除外されると、これがですね成立するんですよ。ちょっとやそっとじゃ負けません、もうヒーローは。なんかそのファンデッキと言われている時代はもうとっくのトーマンに過ぎておりましてですね、ヒーローもうまた強くなりました。はい、ということで、まあ、多分ねこれランクはでも全然戦えると思うので、ぜひね気に入った方は組んでみてください。なお
まあまあ高い。ストライク遅れ。デュエル。スタンバイ。いや、ハンド強。ハンド強。今世紀最強ハンド来たわ。めちゃくちゃ強くないこれ。あ、うららはなさそうだな。うららはなさそう。ちょっと、なんだっけ。ドロバがちょっときついか。ドロバはまあ、一生辛いのはしょうがないところだと思うんですけど。あ、なんもなそうだね。ヒーローアライブは。あ、通る。ヒーローアライビング通る。エアマン効果。発動したいんだけど、なんかある？あ、あるね、なんか。なんだろう。わからない。あ、無限包容。マスク打つよな。多分ね、チェーン的には無限包容があるぐらいなんじゃないかなと思うんだよね。多分増人も狙わないと思う。多分もうその前にチェーン何もなかったから。で、ブラスト特殊召喚、はい、で魔法トラップをなんか戻すやつですね、この人で。何持ってんだっけ。なるほど。まあファリスやな。エアーマン墓地送られたので、リキッドマン召喚系、リキッドマンだなこれ。リキッドマン召喚効果発動で、エアーマン特殊召喚。リキッドマンってさ、融合さえあった時2ドローみたいな効果結構皆さんよく知ってると思うんですけど、なんかね、召喚時墓地蘇生めっちゃ強いんですよ。だからこれね、マジ強いから、この効果。結構ね、融合サインする効果しかあんま知らないっていう人はね、ぜひね、リキッドマンを召喚する、この動き、ちょっと覚えて帰っていただければなと思いますね。はい。で、インクリースの効果を起動しまして、ヒーローをリリースすると特殊召喚ができる。まあ、この辺はヒーロー好きであれば、もう、はい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 。親の顔より見た光景という話ですね。はい。これ、で、これこうしまして、バイオン効果発動。で、ディアボリック落としてあるんで、これはディナイアルガイで OK。てかこれマジで強いな、このハンド。世界最強ハンドだったかもしれん。で、バイオン効果、ファリス除外して融合サーチ。はい。ちなみにここに棒が当てられてもね、マスクチェンジありますからね。まだ。で、クロスガイの効果発動。ここで2枚のこう、ヒーローを使ってクロスガイを爆弾させ、でクロスガイの効果、ディアボリック、クガイを蘇生させます。これヒーローもさ、なんか展開クソ長いのよね。ヒーローもね、結構ね、展開長い部類に入るからね、そこが問題にはあるよな。ブルーディーを持ってきて、これドロバーバカ重そうだな。ヒーローってめちゃくちゃサーチ入れるからさ、結構重そう。これどうしようかな、どっちもいいか。でこれで、クロスガイとリキッドマンでヘルデバイサーで、ヘルデバイサー効果で相手にシャイニングネオスウィングマンを自慢して、で自慢げにエレメンタルヒーローをストレッチマンを持ってくる。はい。ストレッチマンはちょっと待って、これ打っていいな。これが新規ですよ皆さん。属性が異なるエレメンタルヒーローモンスター ×2。 うおー、融合召喚現れろ。エレメンタルヒーロー、フレームウィングマン、フレームシュート、フレームかぶっとるやんけ。で、フレームウィングマン、フレームシュートの効果発動。フェイバリットカード1枚を選んで手札に加えることができるため、フェイバリットコンタクツを手札に加えていく。最強。で、通常モンスターを素材にしているため、自分をリリースすると、デッキエクストデッキからレベル7以下の、通常召喚できないヒーローモンスターを特殊召喚現れろ。エレメンタルヒーロー、サンライザー、サンライザーの効果、サンバイザーの効果によって日焼けが、怖いので、メラクルフュージョンを手札に加え、そして、上級モンスター残さないといけないから、こうですね。ヘルデバイサーと、エアーマンでワンダードライバーを出し、そして、自分の墓地に存在するディアボリックガイの効果を発動。アナザーディアボリックガイを特殊召喚。これ3枚なんねえかな、早く。で、ワンダードライバーの効果。融合を墓地から再セット。そして、そのまんまマジックカード融合を発動。マジックカード融合っていうカード出そうじゃない？なんか最近さ、マジックカード死者蘇生とかさ、なんかマジックカードクロスソロとかいっぱい出てるから、マジックカード融合っていう、なんか相手のターンにも融合できそうな、カード出そう。で、デスティニーヒーロー、ディナイアルガイの、効果を発動しまして、ちょっと待って、こっちだ、先に。で、ミラクルフュージョンの効果。Wake up, it's の日もってか、これ、
あのあれだったね、なんかこの間さオープニングオープニングっていう話だけど、これエンディングだね、この曲、この曲あの GX エンディングだったわ。なんかオープニングとか言うずっと言ってたけど、でデストロイフェニックスガイの効果発動、いやこれどうしようかな、あでもさすがに自分か、まあ、ちょっとね、墓穴をね、ケアするかどうか問題ってのがあるんですよ。結局ね、デストロフェニックスが入って墓穴食らうからさ、相手のターン。手札にあるやつね。そこがね、問題なんですけど。で、これ、ウェイクアップ破壊されてたんで、エレメンタルヒーローは叩き落とされまして、シャドウミストが寝ていたところを叩き起こされると、こう、びっくりして効果が発動して、マスクチェンジを手札に加えることができる。神ゲー。で、ディナイアルガイの効果起動。特殊召喚して、除外かデッキか墓地のディスティニーヒーローを1枚デッキトップに置くという効果。ダークエンジェルちょっと僕今回入ってないので、ディアボリックガイでいくんですけども、まあ、ダークエンジェルなくても多分ね勝てるから、多分だけど。でブルーディーを爆弾していきましょう。ここ、ここ、いやまあさすがに、いやどまあでもワンダードライバーだよな。ブラストは一応強いんで、永続トラップとか永続魔法とかに強いんで、デスティニーヒーローブルーディーを爆弾、そしてカードを2枚ほどセットして、まあ、これが一応理想盤面ではありますね。ヒーローのブルーディーで相手のモンスター効果無効、デスフェに戻ってきて相手カード1枚選んで破壊、シャイニングネオスで相手のカードを2枚以上選んで破壊で、ダークローで相手のカードは除外されるみたいな、はい、まあ、測らないらしい。最強なんじゃないこれ。ジャガン神殿出た、財宝じゃん、財宝、財宝スネークが来た。でも全てのカードが全てのカードが実装されてると言われている。ちょっと、ま、マジでさ、これさエコひいきすぎるんだよな、エコひいきすぎる本当に、マジで。ちょその前に実装するべきカード山ほどあんだよな、キマイラとか破壊とか、なんかエボルとか、マジでなんやねん。オーク、除外ゾーンも墓地もない、弱くない。ちょっと一応マスクチェンジしようか、マスクチェンジ、なんかよくわかんない、なんかこのタイミングでするの意味わかんないかもしれないけど、まあ、ちょっと一応墓地に送られたら嫌なんで、こうか、まあ、縦にしてオネスティで守るみたいなところが割とありなのかもしれん。はい、ジャガン神殿スネークアイの効果、シャドウミスト効果、ジャガン神殿は前に出すみたいな効果だよな、まあ、バウンスするんじゃない。マスクヒーロー、ブラストの効果、魔法トラップカードの、をバウンスする手札に。で、これで実質無効。で、シャドウミスト効果、オネスティ持ってきて、ブルーディーへのぶん殴られみたいなやつは、守る。まあ、ブルーディーが死ぬとね、制圧効果が結構弱くなっちゃうんで。はい。で、墓地に行った時のモンスターの効果は完全ダークローがケアしていて、あ、リンクリボーどうぞ。で、ブルーディーがいるからフィールドの効果を無効。まあ、手札の効果ぐらいじゃ使えるの、実質これ。エンドフェーズ、はい、エンドフェーズだったら正しいかな。エンドフェーズフェイバリットコンタクトするか。なんか相手のハード弱くない？なんか財宝ってこんなデッキでしたっけ。なんかもうちょっとなんかデュアベルスターとかエクセルとか引けんかったんかな。なんか分からんけどありえん弱いぞ。だからまあ俺が強いまである。さあシャイニングネオスウィングマンの方が7000、打点7000枠さバケモン対戦、ありがとうございました。いやーなんもねえか。まあ先行だったら結構強そうなハンドだけどなーこれ。結局なんか G とねドロバーは結構ね重いなっていうのがやってて思いましたね。ヒーローアライブ、何ヒーローアイライブ、マナデムかヒーローか、ちょわからんな、マナデムか、マナデムな気がするな。エアーマン、あでもエアーマンか、マナデムじゃないな、マナデムじゃない、てめえヒーローやな、来たヒーローミラーだ勇気30代 VS 勇気10代の対決始まったぞこれ。勇気10代 VS 勇気30代やこれ。出ました、皆さんは勇気何代ですか。僕は30代です。さあインクリース、やばい、さすがにこれハンドチくれ、ちょ待って、さすがにやばい、これなんもないっす、やばいっす。ちょバックリフだ、一応賛成の際あるけど、ちょマジでやばい、これ相手全力展開してくるやん、ちゃんとヒーロー分かってるやつから、これ相手、いやこれ分かり手だとさもうさ確定してんだよね。ブルーディー、これアライブだからだったよね。アライブからだから、ブルーディー、デスフェニー、ダークロー、
シャイニングネオスウィングマンまで確定するんだけどさ、俺これ今やばくない？誰が勝てんねんみたいな盤面になるけど、これ大丈夫？これちょっと一応見るか。まあ一旦これあれだろうな、来るわな。で一旦来て、お伺い立てまして、これデスニーフィールドが、なんかガッツポーズって出てくるでしょ。ああまあね、ガッツポーズはしょうがないよね。Wake up いつの日も Always 日は昇る君の熱い思い届いてみれば Stand up ちょっとスタンドアップできねえ、これこれやばい、これシットダウンかもしれん、これシットダウンかもしれんね、これやばい。ちょっと待って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 、落ち着こうぜ落ち着こうぜ、これやばい、クソ強いこれ。待って待って、まあ、でもヒーロー動画としてはあれか、満点か。ヒーローに負けるのは満点かもしれんな。もしかしたらヒーローデッキですって言って1戦目2戦目ヒーローで戦って、普通にヒーローに負けたらそれはヒーロー動画だ。シャドウミスト、はいはい、大丈夫です、把握しました。はい、ディナイアルが行こうか。あれはちょっと見てなかった、あれだっけ、ブルーディーもいいんだっけこれ。もう終わりです、終わりです誰が勝てんだよ先行ブルーディーとかも誰が勝てんだよマジで、誰が勝てんねん、無理やろ。ファレス、ファ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 レス、ファ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 レス。いやでも言うて反動は強いな、まあまあ。ちょっとなんとかんねえかこれ。デスフェニー、はい、やめにか、さすがに。でもいやデスフェニー、ダークロー、ブルーディー、シャイニングネオス、いやまあとりあえず一旦挨拶をしていくしかないですね。ヒーロー使いによって、ヒーロー使いに相手にはもう本当アライブが挨拶ということは分かってると思うから、まあアライブじゃないですか。おはようございますって言って、おはようございます、マスクチェンジね、はい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 、まあ、ダークローか、なるほど。ヒーローアライブが墓地に行くの際も嫌ってことか、まあいいだろう。さあシャドウミスト墓地送られて、マスクヒーローダークロー出てくる。でアライブの効果、まあ、何出してもあんまり変わんねえんだよなこれ、まあ、一応エアーマン出しに行くのがいいのかな、わかりませんが、とりあえずエアーマン出しに行きますか。なんかわかんない、相手がなんかミスってなんかいろいろやってくれることになるか、あれか。でもシャドウミストもさ効果使うからさ、これあれじゃない、サンセルさえ起動できない、これデッキから特殊召喚。でもこれしかないよな、これ以外なんかあんまなんか何も出してもいない。でエアーマンこう実行、打点ゼロ打点ゼロ、打点ゼロはやばい。ちょっとデストロイフィニックスがとかいうもさ強すぎなんだが、でこれ多分シャドウミストの方が使うよね。あそうだよね、えこれ待って、これ参戦の際ワンチャンあるんじゃない、ブルーディーパクったらさ相手黙るやんこれこれやお前ブルーディーを出すってことはこういうことやぞ。フィールドのモンスター一体を選んで相手の、コントロールをパクります。さあその強そうなモンスターを俺によこせこれやばい、参戦の際とかいう最強カードめっちゃ強い、これあれじゃない、マジでさこれデスフェニーで割るしかないのでは相手。そうだよですよね。でブルーディーパクられたら相手多分結構終わるから、ブルーディーパクられたら多分ね、あのシャイニングネオスウィングマンとかも一切効果発動できないからさ、多分ねこれね多分ブルーディーを叩き割るしかないですよね。そうですよね、そうなんですよ、そういうことなんですよ。でそういうことが起きて、でやばい、これちょっと賛成の際とかいう神カードで全てを瓦解させられる可能性があるやばい、勇気30代勝ち止め出てきた、勇気30代勝ち止め出てきた、はい、それはいいです。なるほど、これあれだな、フェイバリットコンタクト使ってもらわないといけないか。一応さ見ててください、俺の変身、デレレてんてんてんてて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 、空っぽの星、時代をゼロから始めよう
おじさんすぎて、おじさんテーマ曲すぎて、マジで誰もわかんないじゃん、俺。で、セットカードをバウンス、あ、そうだよね。フェイバルトコンタクト発動するしかない。で、フェイバルトコンタクトによって、シャイニングネオスウィングおじさんが出てくるんでしょ、俺、多分。で、まあ、一応多分ダークローと、ブラストが爆破されるんですよね、これ多分。自爆っていうか爆破されるんですよ。かっこいいな、相変わらず、おい。かっこいいな。7300、打点高すぎるだろ。で、シャイニングネオス、はい、すいませんでした。これ、風、闇、光いるから、サマーができるので、最強。で、7600打点、やばすぎ。誰が勝てんねん問題。あとはですね、これ何をすればいいかっていうと、なんとかしてですね、あのモンスター突破しなければならない。で、これ多分ですけど、オネスティネオスのチェーン。で、ファリス効果。ちなみに、あの、インクリーズが、1枚しか入ってないと、インクリーズ引いたとき、瞬殺されるんで、展開に、自分のデッキに。なんで、基本的にインクリーズは2枚の方がいいと思います。2枚以上。3枚入れることはないと思うけど、基本的には2枚で、やった方が、ヒーローはね、いいと思うので、引いたら終わりだからね。1枚の方意外と引くからね。で、ファリス、あ、ちなみに、あの、ゾウジ打つ場合ヒーローの注意点として、インクリース2枚とも全部引くっていうパターンがあるんで、それだけマジで注意してください。はい。これさ、ブルーディー出したら、相手黙る？ちょっと待って、クロスガイ効果。ディアボリック。てかこれ僕まだ召喚剣使ってないと思っていいか。召喚剣使ってないとかやばくない？やっぱアライブゲーなんだよな。 ヒーローってマジでヒーローってアライブゲーなんですよ。結局アライブが引けないとほんと何もできない。エアもいるもんね。で、リキッドマン持ってきます。で、リキッドマン召喚しまして効果発動。はい。で、まあエアマン特殊効果発動、ヒーローモンスターを手札に加える効果。分からせまーす。はい、分からせまーす。分からせおじさん、いきます。ディアボリック界の効果。ディアボリック界を、アナザーディアボリック界を出すことによって、特殊召喚をし、フィールドのモンスター3体の魂を埋葬。まあ、一応、ちょっとアドバンテージを、稼ぐのは多分、もうちょっと後の方がいいんだけど、多分、なんか、これやったら勝ってるから。もうなんかちょっと脳死でいくわ。いけ、デステルヒーロー、ブルーデイ効果発動。ちょっとそれもらっていいですか。あざーす。相手アライブ使ってるからライフ4000しかないぞ。バトルフィールド、いけ。勇気、暗い勇気10代、これが勇気30代。大人の力や。課金の力は正義。え、あ、インクリスか。はい、くらえ、クラプティプラット対戦ありがとうございました。やばい、あの絶望的盤面返せんの。奇跡を目の当たりにしたわ。